バルサキラ浅野、僕は〇〇な選手。浅野は、ボーフムを契約満了で退団した後、6日にマジョルカとの2年契約が発表された。7日にマジョルカ島の空港に到着した際、マジョルカに加入できてとても嬉しいよ。スペインでプレーしたかった。ここは素晴らしいクラブだし、パルマはとても美しい街だと印象を述べ、僕はスピードのある選手、チームに貢献してゴールを決めたいと意気込みを語っていた。また、過去に2シーズンマジョルカに所属していた日本代表で、チームメイトの久保建英について、お祝いのメッセージをくれて、何か必要なことがあったら書いて送るように言ってくれたとやり取りがあったことを明かした。マジョルカにとって浅野は、ドルトムントとの契約が満了してフリーで加入したスペイン人ディフェンダーマテウ・モレイに次ぐ、今回の移籍史上2人目の入団選手。この後、8、9日にかけてメディカルチェックを受け、チームに加わる予定になっている。ストライカーキモンのラリーカへようこそ、すげえ速い足生かして、ゴールできるよう頑張ってください。開幕戦、マドリー相手に、ゴール決める未来が見える、強豪キラーです。ロマーの方までも超越する浅野、ハンジフリック、ビビってるかも、日本企業が、スポンサーを務めていますし、いずれ、日本人が加入すると、思っていましたが、ついにですね、衝撃度だけで言ったら、去年の遠藤にも劣らないくらいには、衝撃だわ。浅野のプレイスタイル的に、スペースの少ないラリーガは、苦戦するかもしれんけど、持ち前の守備と、ミラクルショットでの活躍を、期待してるぞ。リーガは、浅野選手に合っている気がしますね。なんか新しい流れだな。実績があって、評価されてくるってすごい、ドイツキラーがスペインキラーにもなるか、バルサファンからすると、嫌な奴が来てしまった。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、サッカーネタを毎日投稿しています。ぜひチェックしてね。